はい、皆さんこんにちは。はじめましての人ははじめまして、いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンの検証比較動画ということで、今回ですね、このウォッチドックス2というですねゲームを使って動画の録画形式をですね比較検討していこうと思います。で、いつも使わせていただいている動画がですね、動画のエンコード形式ですね、これがモーション JPEG という分なんですが、これがですね、私としてはまあ非常にですね、動画のサイズは大きい割に画質があまり良くないなということで気になってたんですよ。まあ、だいたいですね、プレイステーション4のねゲームを録画すると、まあ1時間録画すると10ギガぐらいはねかかるような状況だったんですが、これをですね、もっと画質がいいねエンコードのね、形式で比較したいなと思いまして、で今回ですね3種類比較、対象させていただく、録画形式ですね、3種類比較していこうと思っております。まずですね、いつものモーション JPEG っていう分と、H.264 インテルクイックシンクという分ですね、こちらと、MPEG-1 ですね、この3種類を比較していこうと思います。で、 H.264 と MPEG-1 はそれぞれですね、設定が加えられることが加えられまして、で、どっちもですね比較、設定をですね、フレームレートは30に固定しといて、で、ビットレートというのがあるんですが、これをですね1万キロビットパーセカンドですね、これで、固定させて録画させていただこうと思います。で、ルートなんですが、これね、ウォッチドックス2はサンフランシスコがね舞台なんですけど、このねコイトタワーっていうね、場所が一応観光地として有名らしいんですけど、ここからですねこうぐーっと行きまして、でここですね、このね、交差点というか十字路ですね、ここまで のルートを比較検証対象のルートにしたいと思います。で、まあ、カメラも当然動きますし、このね今乗ってる車が異常に速いのでまあこれによってですね画像が結構こう早く流れていくと思うんですけど、これにねまあ、しっかり対応してるかということと、あと画質が綺麗に映ってるかってことを比較検討してみたいと思います。ではね、まず最初に撮らせていただく分が、今が H.264 インテルクイックシンクですね、こちらの、フレームレート30の1万キロビットパーセカンドですね、こちらで撮らせていただきます。で、これね再生してる画面の出力は 1920×1080 でやってるんですけど、録画は 1280×720 ですね、この解像度で行っております。じゃないとね、私のねの6年前のノートパソコンだとおそらくね録画できないので、うん、じゃあこれでいきます。ではいきましょう。 H.264 インテルクイックシンク、はい、いやいいねでこのスポーツカーがね、スポーツカーなのかな、めちゃくちゃ速いんですよね。で、ウォッチドックス1もね今ちょこちょこやってまして、それもねすごいね雰囲気いいんですけど、やっぱねウォッチドックス1は舞台はねシカゴなんですよ。おっと、でシカゴの街もね、街はですねこのサンフランシスコと比べるとですねちょっと暗いんですよね雰囲気がだからここはねすごい明るくてですね、いや走ってて楽しいですね、気分がねこう盛り上がるというか、素敵な街だなと思います。はい、倉庫行ってるうちにたどり着いちゃいました。で、ここをですね一応ですね戻るところまで録画しましょうかね。おっと危ない、あーやばい、 CTOS、この CTOS というのが、まあ、いわゆるスマートシティですね、スマートシティで、まあ、街をですねこう管理しようっていうね、そういう、まあ、団体というかそういう施設、みたいでして、それに対抗するっていうのが一応のストーリーのね、要になってるみたいですね。で、1の時と比べて、やっぱちょっと市民の行動もちょっと明るい感じがしますね、見てる感じね。なんか1は、まあ、ストーリー自体も暗いですし、まだ序盤ですが、ストーリー自体暗いですし、なんか人々の行動もですね、非常になんかこう、暗いなっていうイメージですね。で、なんか1はね、犯罪がね、発生するんですよ、勝手に。でそれをなんか主人公が抑えに行くっていうような感じだったりするので、結構なんかね、暗さを感じるところる、まあ、作品では、あーごめんねごめんね、運転が難しいんだこれ。はい、ということで H.264、インテルクイックシンクはここで一旦終了しますね。はい、ではですね、
これからの動画がモーション JPEG ですね。モーション JPEG の動画になります。では行きましょう。モーション JPEG もフレームレート30で、まあ、画質っていうのがね設定できるんですけど、それはね80にしてますね。モーション JPEG はね、あのデータサイズが異常にねこれ大きくなる割には画質があまり良くないっていうね、まあ、非常にこう癖のある動画形式だなと。ただ ABI UTL で編集するときはすごい楽なんですよ。H.264 で動画ね録音してで投稿してる分もすでにあるんですけど、それに関してはですね、よいしょ、あーとごめんね、あこれカメラも一緒に回していかないといけないか自分でね、それはですね ABIUTL に読み込むときにですね、なんかね一旦何かしらの処理をしないと ABIUTL に読み込めなくてですね、それがやっぱり1時間とか2時間とかの動画になってくると読み込みにすっごい時間がかかるんですよ。モーション JPEG はですねそんなことしなくても一瞬で読み込んでくれるんで、まあ動画の編集にするにあたっては非常に楽でいいですよね、そういう意味合いではね。まあただクオリティはどうなのかなっていう感じですね。今までそれしかやってこなかったんで比較検討とかあんまり考えてなかったんですけど、そろそろねやっぱ画質もうちょっといいね動画作りたいなと思ってて、はい、ということでモーション JPEG がここで一旦終了です。はい、ではですねこの動画がですね MPEG-1 ですね、 MPEG-1 のフレームレート30で、1万キロビットレートは1万キロビットパーセカンドですね。では行きましょう。まあこれでね画質が良くなればね私としては非常に嬉しいんですけど、まあ、どうしてもですね今までの動画を見返しててもまあモーション JPEG の場合静止画は非常に綺麗に撮れてるんですけど、動くとですね非常に動きに弱いというか、対象となる中心に映ってるような例えば今回で言った車ですかね、車とかはね綺麗に撮れてるんですけど、周りの景色ですね、この辺りがですねあんまり綺麗に撮れてないなっていうのをねずっと思ってましてまあそこまで含めてやっぱり綺麗に撮れる方が、私としてはやっぱ動画としてねやっぱ非常にその辺はね気にする部分ではありますので、でまあモーションJPEGに至ってはそのね周りの景色云々よりもね全然その周りの景色以外の部分ですね、その中心となってる対象者もたまにねぼやけたりしてることがあるので、一瞬ねカメラのピントが合わなくてそこからピントが戻ってくるような感じ、そういうような印象をねどうしても受けてしまったので、これがまあしっかりピントがあった状態でずっとねこう録画し続けてくれるっていうようなエンコード形式があって、しかもそれで動画が軽くなるっていうんだったらそっちを使いたいなとまあ思ってるところであります。はい、はい、ということで、あ、ごめんなさいね、なんか喧嘩売られてんだけど、この人か喧嘩売ってんのはい、ということで、今のが MPEG-1 の、録画ですね。まあどうせだったらこのコイトタワーにね登ってみましょうか。1の時とちょっと操作の仕方がちょっと違いますね。1はね丸で登るんですよ。2は R2 で登るみたいですね。いやー2の方がやっぱちょっとあれですね、楽しいですね非常にねこうなんかこう自由度が高いというかそんな気がしますし、まあ景色もね美しいですし、なんか綺麗ですよね、こう街並みがね。はい、それではですね3種類の動画ですね、録音してみました。で、比較検討してみたんですがどうでしょうか。はい、それではですねまた次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。